坪井啓介坪井啓介は、東京都多摩市出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。元日本代表。鶴巻サッカークラブ、東京大山 FC、つけち町立つけち中学校、三重県立四日市中央工業高等学校から、福岡大学を経て、2002年に、浦和レッドダイヤモンズに入団。同年のフェアプレー賞と、新人賞を受賞。 翌年にはベストイレブンに選出された。2003年には日本代表にも招集。顔、メンズビオレ、カブドットコム証券など CM にも出演した。ナビスコカップ決勝で前半終了間際にヘディングの競り合いでエメルソンと衝突 CM 室に担ぎ込まれ、まぶたの上を15針縫う、大怪我を負うも強行出場し優勝に貢献した。 2004年7月9日に行われた、キリンチャレンジカップスロバキア戦で、左ハムストリングの剣及び筋肉断裂の重傷を負った。2006FIFA ワールドカップ日本代表にも選ばれたが、予選グループ第1戦のオーストラリア戦で、試合中に足がつり、途中退場した。W 背後のトリニダード・トバゴ戦でも足の同じところを釣り、途中退場した。 2007年以後代表戦での出場が少なくなり、2008年2月8日、所属チームに専念するため、サッカー、日本代表からの引退を宣言した。2008年は、シーズン開幕後、失点につながるミスを連発するなど、なかなか調子が上がらず、また負傷なども重なりつつみ俊介にポジションを奪われた時期があったが、夏場以降調子を上げ本来のプレーを取り戻したため、 再びレギュラーをダッシュ。2009年も4バックにシステム変更がされたが、センターバックのレギュラーを守り続けた。2010年は、序盤戦は、山田信久とセンターバックのコンビを組み、負傷で離脱していた、新加入のスピラノビッチが復帰した後もレギュラーを確保していたが、J1 第18節名古屋グランパス戦で失点に、つながるミスをし、その後しばらくは、スピラノビッチと、 山田信久のコンビにポジションを奪われた。しかし、スピラノビッチが J1 第24節アルビレックス新潟戦で再度負傷して離脱したため再び、レギュラーとしてプレーすることとなった。2011年、故障から復帰したスピラノビッチ、新潟から加入した長田光、そして山田信久に続く4番手のセンターバックの座に、アマンジ、シーズン開幕当初は、 ベンチ入りすらできない状態に陥ってしまう。大原サッカー場で行われた練習試合では、サイドバックで出場していた。J1 第16節清水エスパルス戦でようやくシーズン初出場を果たしたが、序盤に先制点を許したこともあり、前半途中で原和樹と交代した。その後も、ベンチ入りすらできない状態が続いていたが、監督が堀高氏に交代した後は、 レギュラーのセンターバックに復帰し、チームの J1 残留に貢献した。2012年、ミハイロ・ペトロビッチが就任すると、ペトロビッチ独自のフォーメーションで、3バックの右のストッパーを務め、大役がいない事情も重なり、前年の鬱憤を晴らすように充実のパフォーマンスを披露。2005年以来の33試合に出場し、チームの ACL 出場権獲得に貢献した。 2013年、宮崎キャンプ中の怪我で出遅れる。3月30日に行われた J1 第4節新潟戦で怪我から復帰し、ベンチメンバーに入ると ACL 全北現代モータース戦で怪我の永田光の代わりに先発起用された。しかし、怪我の影響か思ったプレーができずに、後半66分にコオロギ心臓と変わると、 J1 第5節ジュビロ岩田戦からは、ナスオオアキがセンターバックで起用されたこともあり、公式戦12試合の出場に止まった。2014年シーズンをもって契約満了となり、浦和を対談12月12日湘南ベルマーレに加入することが発表された。湘南での出場機会は3年間で、リーグ戦28試合にとどまったものの、ピッチ内外の姿勢は、 遠藤渡るや菊池大輔、岡本拓也といった若手守備陣の良き手本となった。2017年シーズンをもって契約満了となり、湘南を退団することが2017年11月22日に発表された。12月15日、レノファ山口 FC に完全移籍することが発表された。前年のチームの守備の立て直しを期待され、 一年目は23試合に出場し、チームも最高順位の8位になった。だが二年目は、楠本拓海、菊池隆保、ドストンという若手選手に、レギュラーの座を譲る試合も多く、2019年11月7日に、同シーズン限りでの現役引退を発表した。その他の公式戦、ありがとうございます。